ゴルフ場、ゴルフ場、ゴルフ場とは、スポーツの一種であるゴルフを競技するために設計された施設を言う。ゴルフコース、ゴルフクラブなどとも呼ばれる。通常は全部で18のホール、ホール、穴の位から構成され、各ホールには規定の打数、パー、パーが定められている。ボールを打ち出す場所、ティンググラウンド、ティンググラウンドからカップまでの距離が1ホールの距離である。 18ホールすべてを合計して、全長、XX ヤード、ゴルフでは通例として、アメリカの距離単位、ヤードを使用するという。18ホールの規定打数を合計して、パー XX といい、パー72を採用するコースが、最も多い。各ホールの長さや、コースの全長は用途によって多様である。カントリークラブと名乗っているゴルフ場もあるが、 カントリークラブは本来ゴルフに限った施設ではなく、雇用と言える。ゴルフ場は大きく分けて、レジャー用途のために優しく設定されたものと、競技用途のために難しく設定したものの2種類に分類される。また、一連のプレーを行うためのゴルフ場とは別に、ゴルフの練習を目的として設置された、ゴルフ練習場と呼ばれる施設がある。なお、 ゴルフ場を建設するためには広大な面積が必要であり、かつ植樹した植物を維持するために大量の水を必要とする。また必要に応じて農薬や除草剤の散布が行われるため、自然環境の破壊、水質汚染、農薬による汚染など様々な環境問題、環境破壊を引き起こすことが指摘されている。その一方で魅力的なゴルフ場として、 良好な環境を維持するために、植樹した植物を守る対策が行われ環境が維持、されるといった面も存在する。特に、日本にあるゴルフ場のすべての面積のうち4割弱の面積が樹林体となっており、自然を模した小川や池などが整備されていることから、生き物にとって良好な生息地となるといった面も存在する。ゴルフのコース、ホールには以下のものが設置されている。 またゴルフは競技時間が長めで大人数での競技も行われることからゴルフコースには大抵クラブハウスが併設してありクラブハウス内にはレストランやロッカールーム風呂もしくはシャワー、売店、ゴルフクラブのレンタルショップなどがある加えてリゾート地ではホテルも隣接しており宿泊しながらのんびりとゴルフを楽しめるようになっているゴルフ場 ゴルフコースの特性を出すには、とりわけゴルファーたちが苦手意識を持つバンカーや池を、コースのどの位置に設定するか、グリーンの大きさ、フェアウェイの幅の広さ、ラフ、フェアウェイを外した場所の芝の深さをどのくらいにするか、など様々な要素が関係している。カップが置かれるグリーン一つを取ってみても、傾斜が一つ一つ異なっている。その時々の風の向きや強さも違うため、 ゴルフ場のコースコンディションに一つとして同じものはない。競技者の見えない場所にトラップを配置するようなトリッキーなレイアウトもあれば、一見したところ平易に見えるものの巧妙に落とし穴が配置されている場合もある。例えば立ち木の枝一つが巧妙にボールの飛行線上に張り出している、などといった、缶にして妙なレイアウトは、設計者対競技者という試合そのものとは別の戦いを演出し、 それがゴルフという競技の奥深さの一要素となっている。設計者が競技者に対して仕掛ける技巧の一つに四角のマジックがある。グリーンに向いて両脇から中心に向かって背丈の低い高い樹木を配置することにより実際よりも遠く、もしくはより近くに削させる手法や、ティーグラウンド上のマーカーを微妙にずらしたり、ティーグラウンドにわずかな傾斜をつけたりすることを通じて競技者が、 無意識のうちに危険な方向に打ち出すよう仕向けたりする方などが一般によく知られている。あるいはまた、ハザード、バンカー、池など、や、樹木の相互の位置関係を通じて、いかに競技者の心理に必要以上のプレッシャーをかけるか、といった点もレイアウト上の重要な考察要素である。これらセンサ万別なレイアウトのゴルフコース間で、スコアの客観的評価を容易なら占めるために、 コースレートが設定される。プロスポーツ、競技としてのゴルフや上級者向けに難易度の高いゴルフコースが鎮調される。一方で、初心者用や接待用に、あえて難易度を抑えたレイアウトのコースもあり、設計はすなわち、どのような利用層を想定したゴルフ場とするかという、運営側の経営理念と、表裏一体であるということができる。 またホールには単に競技場の難易度を盛り込むだけでなく、森林、山岳、河川、湖障、海岸、荒野、田園、神社仏閣など、土地の風物を借景として、いかに配置するかが、設計者の腕の見せどころであり、醍醐味でもある。これらの巧みな仕掛けが、元々の地形や環境をできるだけ生かした上で、設計されていることも、進化を図る尺度の一つとなると言ってよい。 ゴルフコースはいろいろな観点から分類される。日本で最も使われる分類は、その立地条件によるもので、きちんとした定義はないものの、山岳コース、山の中にあり、アップダウンは激しい。フェアウェイが狭くややトリッキーで、総距離も短い傾向がある、丘陵コース、山中にあるが山岳コースよりなだらかで、適度なアップダウンがある、林間コース、 平野や戦場地などに広がる林の中を切り開いて作られたコースの3つに分ける分類が一般的である。また他にも河川敷コースが存在するが誰でも気軽にラウンドできるコースが多いため分類の4つ目というよりもその3つ河川敷と対比させて山と呼ぶ以外のコースという意味合いが強い。例、先週は給料日前で河川敷行ったんだけど今週は 山のコースへ行くんだ。またリンクスコースという呼び方があるが、リンクスランドとはもともとスコットランドで、海と陸が重なり合った場所という意味で、海岸と陸地の間に広がる砂丘から形成された硬い大地を持つ原を指す。その場所に作られたコースがリンクスコースである。つまり厳密に言うと、リンクスコースはスコットランドとイングランドにしか存在しないわけで、 海岸沿いにあるだけで、リンクスというのは正確ではない。さらに、トーナメントコース、大きな試合が行われる規模と難易度を合わせ持つ、コース、接待コース、距離が短い、フェアウェイが広いラフが短い OB が少ないグリーンが、優しい等、良いスコアが出やすい条件が揃っているコース、チャンピオンシップコース、クラブハウスが、豪華、というのはよく言われる冗談で、一般的には、 距離が長いコースを指すなどの呼び名あるが、これらはもちろん正確な分類には当てはまらない。ゴルフ場の運営方法には大きく分けて二つの種類がある。会員制のゴルフ場のこと。運営にあたっては、会員が資金を持ち寄りクラブを作る、またはゴルフ場経営会社がゴルフ会員権を発行して会員を集める。日本ではゴルフ場の約9割が メンバーシップコースである。プレーするには会員になるか、会員の同伴、または紹介が必要である。しかし、実際には会員が少ないなどの理由で、ビジター、非会員でも会員の紹介なしで受け入れているゴルフ場も多い。特定の会員への優遇なしに、平等にプレーできるゴルフ場のこと。公営ゴルフ場にこの形態が多いが、民営のパブリックコースもある。 メンバーシップコースとの大きな違いは、会員がいない、または会員においても、優先的にコースを使う権利がないということである。日本においては、ゴルフ場は、企業の接待に多く利用され、バブル景気時代に建設ラッシュが起きた。1988年に施行された、総合保養地域整備法、リゾート法もそれに後押しする形となった。1990年代には、 日本のゴルフ場の総数は2000を超える数にまで増加した。ゴルフ場の開発は環境破壊につながるとの批判もあり、バブル期にはゴルフ場の乱立により、ハゲ山のような状態になっていくことが報道で頻繁に取り上げられていた。ゴルフ場の利用する権利と結びついたゴルフ会員権は実際の価値を超えた相場を構成することがあり、主にバブル景気時代には、 ゴルフ場経営者に対する予託金よりも高くなり、特定のゴルフ場でゴルフのプレーを楽しむ権利としてよりも、投資対象、また保持者の地位としての会員権売買が盛んとなった。しかし、その後のバブル景気の崩壊以降ゴルフ場利用者は激減し、会員権の相場も急激に落ちた。返済すべき予託金も支払うことが困難となったゴルフ場も現れ、倒産したり、 他の企業に買収されたりするゴルフ場も少なくなかった。欧米の名門会員制ゴルフコースの多くは、発足当初から女性への入会を阻止したり、プレーに制限を加えるなどの性差別が行われてきた。こうした性差への差別には批判と抵抗があり、スコットランド自治政府首相、当時のアレックス・サモンドは、21世紀になっても、すべての人に解放されない、ゴルフクラブがあることは、 擁護できん。と言及したものの、2013年段階においても、全英オープンが開催される、ゴルフクラブのうち、3つについては女性への解放が、なされていなかった、ミュアフィールドリンクスは、会員投票の2017年3月受け入れを、表明。一方、2012年、マスターズが開催される、オーガスタナショナルゴルフクラブは、女性会員の受け入れを表明。コンドリーザ、 ダイス、元アメリカ国務長官らを新たに会員に迎えた。日本でも2020年東京オリンピック開催地に決定した霞ヶ関カンツリークラブが女性の入会に制限をかけていたことが反。2017年3月には女性会員を受け入れていく方針を表明するに至った。日本のゴルフ場は、約款で暴力団関係者の利用を禁じた上で、出入り口やロビー、 カウンター周辺など目につきやすい場所に暴力団、出入り禁止の胸を伝える看板、ステッカー類を掲げている。これらを無視し、暴力団関係者であることを隠してプレーした場合、詐欺罪に問われることがある。ゴルフの練習場はゴルフコースに併設されている場合もあるが、単独でコースとは別に存在する方が一般的である。ゴルフの練習場には、 実際にクラブを用いて定位置からボールを打つ練習を織るもの、グリーンの実が設置されていて、その上でパッティングの練習をしたり、そこに向けてアプローチの練習をしたりする施設がある。前者は指定された場所から所定の空間に向けて順次ゴルフボールを打つのみで連続したプレーを行わず、またボールの回収を当人は行わないことから俗に打ちっぱなしと呼ばれる。 打ちっぱなし練習場は通常ボールを打つための打席が同一方向に向けて並んでおりそこからフェンスネットなどで囲われた空間に対してゴルフボールを打ち出す目標としてグリーン内紙はホールを模したものが設けられていたり飛距離の参考とすべき目安が設けられているケースがある主にパター以外のゴルフクラブのスイングの練習に用いられる 費用は球数に応じて計算され、この他に入場料その他の定額費用が課されるケースがある。設置には打球の飛ぶためのスペースが必要となり、ある程度広い場所を確保する必要があるが、ゴルフコースそのものよりは小さなスペースに集約的に設けることもできることから、都市部近辺などにも設けられている。打席を集約するために、 打席部分を複数階層の構造にしたりする例が見られる。一部郊外に設置されているゴルフ練習場には通常のゴルフコースに用いられる芝の上から打球を行うことができる施設があるが人工芝など天然芝を模した設備の上から打球を行うケースが日本は多く見られる。また、打ちっぱなし以外に俗にカゴと呼ばれる。 練習場も存在する。これは、打席の先、数メートルに、ネットとト,トが設置され、そこに向かって球を打つ、施設のことで、広いスペースを必要としないことから、都会のビルなどにある場合が多い。また、スクリーンゴルフを設置して、ゴルフの練習ができる、ゴルフバーという施設もある。公害の原因の一つでもあり、ボールの飛来と合わせて、訴訟になった事例もある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。